兵器神速。 お前って本当にせっかち。すまんすまん。こいつはどうだ。 私はリーウェイから来たコックのシャンリー。かつて天空には栄光の王国があった。国王は王位継承者第一位に暗黒の国へと行き、創世の真珠を探すよう命じた。こうして彼の者は真珠を探す旅に出た。しかし彼女は騙され、 自身の高貴さを忘れてしまう。そして自らを暗黒の国の王女だと思い込むようになった。でも心配はいらない。なぜなら王位継承者第2位の者が旅に出たからだ。これは君の長い旅の気候であり、君たちの真珠の歌である。
君たちの意見を聞かせてくれ。それでは、アビス教団の思うツボだ。奴らは僕と騎士団の間に確執があると感づき、僕を騎士団の前に引きずり出そうとしているんだ。僕の正体が騎士団に露呈すれば、今後の行動は騎士団の制限を少なからず受けることになる。権力を握っている組織というのは、部外者が代わりに正義を執行するのを許さないからね。 無論方法はある。だが、情報が必要だ。果たし状にわざと隠されていた情報がね。わざと隠されていた？読めない部分のことか？あれは奴らだけが読める暗号のようなものだろう。つまり、あれは単なる果たし状ではなく、 奴らの行動通達の一種なんだ。双方の立場が対立した時、一方にとっての英雄は、もう一方にとっての悪人となる。僕は長いこと、奴らにとっての悪人となってきた。アビス教団が僕という目標を見据えることで、その力はより団結を増すことになるだろう。ただ奴らのことに詳しいだけだ。英雄とは、 ここだ。このような古い遺跡に隠れるとは、アビス教団らしい。さあ、先を急ごう。
計画の中身を大人しく吐いてもらおうか。手紙を読んだのか？お前にその秘密を教えるわけがないだろう。自分の立場をまだ分かっていないようだ。手を媒介に神の目の炎を放った。いつまで我慢できるか見てみようじゃないか。 死んだふりしても無駄だ。この程度の炎では。おい、まだ寝る。言うから、やめてくれ。全部教えろ。教団は闇夜の英雄を憎む者を、その力を全てを集結させた。明日、22時に、 本当の専門へと血を仕掛ける。知っているのはこれだけだ。本当だ。それだけか。<笑>ならいい。もう何かを隠せるほど強い心も残っていないだろうしね。<笑>
情報は手に入った。僕は準備を進めさせてもらう。可能であればこの件について騎士団の動向を見ていてほしい。はい、任せてくれ、旦那。突然どうした？ついさっきディレックの旦那はオイラの怒らせてはいけないランキング1位に。